ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩同志の朝鮮労働党委員長推挙4周年に際して、各国の人が祝電と祝賀の手紙で最大の敬意と敬慕の念を表しています。ロシア大高救国戦線委員長は、5月9日は尊敬する金正恩同志が朝鮮労働党委員長に推挙された意義深い日である。金正恩委員長への朝鮮労働党の党員と人民皆の熱い信頼は、金正恩委員長がまさに現代の最も傑出した指導者で、その意義は人民の熱烈で積極的な支持を受けていることを立証していると述べました。ルーマニア民族社会主義党最高理事会委員長は、朝鮮人民の幸福と革命の獲得物を守るため全てを尽くしている金正恩委員長は世界の進歩的人民に深く尊敬されていると述べました。ウクライナ戦軍の霊剣チチェイソー研究会会長は、金正恩委員長は世界が仰ぐ偉大な思想家、理論家、実践家だと述べました。スペインのマドリードチチェイソー研究会会長は、金日成主席と金正日総書記の遺訓をそのまま引き継ぐ金正恩委員長の導きのもと、朝鮮人民が社会主義革命と建設の勝利に向けて前進するものと確信しました。アイルランド朝鮮友好協会会長は、社会主義朝鮮は金正恩委員長の導きのもと、いかなる嵐も乗り越え強い信念を持って前進する不抜の強国だとし、ジョン・イムネ・ウリアノフスク氏、ラ朝友好協会会長は、金正恩委員長の導きがあって社会主義朝鮮は偉大な金日成・金正恩主義の旗のもと誇らしい勝利だけを轟かすだろうと述べました。各地で春の国土管理キャンペーンが大衆挙げての運動で行われ、多くの成果が収められました。ファンゲ南道で50余りのところの囚人装置の設置及び改築、数十のところの産業廃液の沈殿地のろ過工程の設置、生活排水の沈殿地の整備などを行い、環境汚染を防いています。ファンゲ北道では道路の幅を広め、貯水池と河川の周辺を整理して広い面積の耕地を得ました。ハムギョン北道とケソン市では道路と河川の堤防を全般的に改築補修し、漁師の木を植えました。チャガン道では80キロメートル以上の道路の技術改造、橋と堤防の建設と大補修、川底の浚渫を最短期間内に終え、関運道でも数十箇所に汚水浄化場を新築し、多くの住宅と公共施設を新築補修して町と村の面貌を一新しました。平安南道と平安北道、両安道などの勤労者も国土管理に励んで成果を収めました。各地で牧草地の造成に励んでいます。平安北道では適地を定め、質的に造成するための手配を綿密にして、4000ヘクタールの牧草地を確保しました。三義北道で数千ヘクタールの面積に700万本の木を植え、10トン余りの飼料となる草の種をまきました。関南道とハムギョン南道で栄養価のある草の種と苗木で数千ヘクタールの牧草地を造成し、非売管理をきちんと備うなど、1年足らずの短期間に全国的に数万ヘクタールの牧草地が新たに造成されました。保健省の管轄する皮膚専門病院で新たな治療法を研究して臨床に取り入れています。病院の研究チームはコロ薬の薬師による温泉浴の治療法を研究し、陽動浴を臨床に取り入れて、さまざまな感染性皮膚病の新たな治療法を確立しました。また進んだ治療法を極力取り入れるための研究を深めて、衝撃療法による自家免疫性疾病の治療で効果を上げ、自らの力と技術で多機能治療器も製作し利用しています。一方、皮膚軟化化粧品など機能性及び治療用化粧品の開発も推進しています。著存の各出版社から人民の学習ブームを盛り上げるのに役立つ数百種の新刊が出版されました。文学芸術出版社から偉大な金日成主席の不滅の業績を語るシリーズ不滅の歴史の中の長編小説を出版、革命の黎明、銀河、青い大地、信頼、
1932年の増補版と小説歌集などが出版されました。科学百科事典出版社から勤労者に医学の知識と自然と社会の幅広い知識を教える数日の新刊が、クムソン青年出版社から青少年の教育に役立つ新刊が出版されました。購入出版社、農業出版社なども、勤労者を知識型の勤労者、新しい文化の創造者に準備させるのに役立つ新刊を出しました。以上でこの時間のニュースを終えます。担当は大井恩福でした。こちらは諸村の声放送です。緑に覆われてすがすがしい陽気ですが、皆さんの地方ではいかがですか。ご覧にでも4月は縁起の花でしたが、この頃はアカシアの花が盛りで、ピンと花の香りが爽やかです。さて、埼玉県の愛聴者星野明さんから昨年4月、敬愛する最高指導者金正恩委員長がロシア連邦のプーチン大統領と対面し会談した歴史の日に際して、ウラジオストク市を訪ねた内容のファクスが届きました。で、このコーナーではファクスを通じて星野明さんのロシア連邦ウラジオストク市の訪問を振り返ってみましょう。星野明さんはファクスにこう書いておられます。スタッフの皆さん、こんにちは。新型コロナウイルスの感染拡大はほぼ日本全国に広がり、私も仕事面で大きな影響を受け、憂鬱な日々が続いております。そちら平壌の様子はいかがでしょうか。農村ではそろそろ田植えが始まるのでしょうか。さて、敬愛する金正恩委員長がロシア連邦プーチン大統領と行った歴史的首脳会談から1年が過ぎました。昨年秋、金正恩委員長のその足跡をたどりたく、私はロシア連邦ウラジオストクを訪問しました。今日はその印象記をお伝えいたします。ロシア連邦ウラジオストクはヨーロッパ風の建築が目立つ港湾都市でした。私はウラジオストク駅前広場を訪れました。ここは敬愛する金正恩委員長がウラジオストク到着時、ロシア陸海空軍儀仗兵による歓迎式が行われた場所です。レーニン像を望む駅前広場で、私は金正恩委員長に思いを馳せました。次に太平洋艦隊戦闘栄光記念碑を訪問しました。敬愛する金正恩委員長が花輪を捧げ、黙祷を捧げたところです。永遠の炎が灯された記念碑に、私も心から黙祷をいたしました。続いて海軍太平洋艦隊歴史博物館を訪問しました。そこでは偉大な金日成主席の肖像画と、1988年5月に当時のソ連赤旗太平洋艦隊の寄港を歓迎する文山市群州大会からの旗、祖孫製の陶器が丁重に展示されているのを見学できました。また敬愛する金正恩委員長が訪問したレストランデスナヤザンムカも訪問しました。ここはホール中に昼食会が行われたレストランです。丸太造りの建物で、内部に大きなシャンデリアがありました。私はそこで偉大な金正恩総書記、2002年8月24日と敬愛する金正恩委員長、2019年4月26日の訪問記念パネルを見てきました。黄金色のプレートに朝鮮語とロシア語で書かれていました。ウラジオストク市内では平壌館と古旅と2軒の朝鮮料理レストランにも行き、冷麺など朝鮮料理も楽しむことができました。共和国から派遣された女性従業員さんと会話が少しできてよかったです。切手専門店では、敬愛する金正恩委員長が
ロシア連邦プーチン大統領と行った歴史的会談の諸村の記念切手をお土産に買うことができました。ここで放送委員会宛に送った絵はがきを購入しました。ウラジオストク国際空港ではピュンヤン行き五稜航空 JS272 便の出発日と重なり、共和国人民を多く見かけました。ピュンヤンまで1時間半ほどだそうです。やはりピュンヤンに行きたいと強く思った次第です。現地ではロシア人はもちろん、諸村の北と南の人々、中国人、そして日本人を見かけました。今回ウラジオストク訪問を通じて改めて諸村とロシアが地続きであることを認識できました。今回の朝ロ首脳会談を機会に、両国関係が高い段階に進化発展し、ラソン経済貿易地帯がさらに発展すべきと強く確信しました。すでに星野明さんから昨年9月、金正恩委員長の対外活動の足跡が記されたウラジオストク訪問のお知らせとともに、そこの切手専門店で購入した絵はがきが届いています。その絵はがきを大事に保管していますが、今回ウラジオストク訪問の印象期までお送りになったのですから、胸にじんとくるものがあります。星野明さんの真心と熱意に、朝日両国人民の間の友好関係発展の元声になろうとの、その熱い思いが感じられます。星野さんがお知りになりたいとおっしゃったピュンヤンの便りと農村の姿は、次の機会にお伝えすることにします。リスナーの皆さん、頑張ってまいりましょう。友好の情と周りの情報を心ゆくまで分かち合う、その日を早めるためにハッスルしましょう。ではこの辺で失礼いたします。リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。特定産地域のユニークな地質構造、諸村の特等山地域には風化作用によってできた地質学上の独特な構造がたくさんあります。セヨンジュネの風化山は、風化火山である特等火山の風化口の中心から南東側に 10.5km 離れたところにある地底火山です。地底火山は食火山とも言いますが、大きな火山の中腹や山麓に生じた小さな火山のことです。マグマの分布が移動したり枝分かれするときに作られます。ソヨンジュネの小火山の標高は2114メートルです。頂上に噴火口があります。山の頂上は高山層面となっています。山の傾斜面には富士、特等山ブルーベリー、芝の柵などなどが分布しています。山面には諸村で一番暑い時の7、8月にも雪と氷があります。無病院での小火山、やはり北東山が噴出する時生まれた地底火山で、標高1930メートルです。ソヨンジュネの北東側にあります。上の部分は軽石で覆われています。風が吹きつけるところには軽石が厚く緩やかな傾斜をなしていますが、風の吹きつけないところには軽石が積もっていないので、休憩車が保存されています。無動員の一帯には、高い山だけに見られるいろいろな植物と動物があります。三島峰の小火山では、軽石に埋もれている火山岩も見ることができます。土の中から火山性ガスが吹き出るところもあります。北東山地域のユニークな地質構造、第3回でした。この国の公民なら、そこの人誰もが国の繁栄、社会と集団に大きなことを進んでするのを
この世ない誇りと思っています。国の繁栄のため真面目に努力することに喜びを感じる人の中にはキム・フンジョさんもいます。キムさんは繁栄南道にあるヘジュトラクター部品工場の労働者です。年は経ったものの尽きることのない情熱で長い間国のためになる良いことを信じ探し出し活動しています。この工場で張り合いある労働生活のスタートを切ったのはほぼ60年前のことでした。選手の苦境に富むキムさんでしたので、仕事を始めて間もなく模範労働者になりました。自信のない努力のにじんだトラクターの部品を見てキムさんは、農場の田野に波打つ稲穂の海と高々とそびえる米の山を描き出しました。キムさんは今やっていることでは物足りない、もっと多くのことをしたいと切に思いました。それで生産計画を上回って達成する傍ら、国の利益につながる節約の可能性を探し出すため思案を巡らしました。人の目には見えない些細なことでも、キムさんの目には増産と節約に寄与する大切なもの、大きなものに映りました。キムさんは使用期限が切れてしまったベアリングのリサイクルに着眼し、それを実現するため試作と研究を続けました。研究に向けられたひたむきな努力は職場でも家でも間断なく続きました。やがてキムさんはベアリングのリサイクル技術を生産に導入して、国に大きな経済的利益を与えました。このようにこれまでの数十年間、キムさんが再生して職場の設備を稼働させ、全体期間に送ったベアリングの数は9万個以上で、その重さは約10トンになります。陰ひなたなく国の繁栄のための愛国の道を歩み続くキムさんを、国では重要な大会にも参加させ、社会主義愛国功労者に押し立てました。キムさんのお話です。제가한일이무슨큰일이있습니까그래도이나라의국민은私がやったことは大したことではありません。ただこの国の公民として魅力ながら尽くしたいと思っただけです。仕事を手放すまで国のためになることをするつもりです。向前进，朝鲜人民军以一当百，显勇猛。この国の公民なら、頂戴してお願いしました。青春和生命互相贯出，胜利的。